県が今月13日現在でまとめた台風10号の被害状況では農業、林業、水産業の被害件数は2900件に上っています被害額も9日時点の速報値からさらに増加し46億2400万円余りとなっています被害が最も大きいのは土砂の流入や冠水による水田や畑などの被害で34億円余り 追悼や野菜、果物など農作物への被害もおよそ1億3800万円38万に上っています市町村別では油布市が最も多くおよそ9億2 0万円次いで文後高田市、国崎市、竹田市となっています